竹を編んで作られた黒竜用の古い黒紙、大紙とも呼ばれています。この黒は東国を表し、これが黒竜用の古いだとわかります。黒紙は網目状になっている竹製のザルです。細い竹ひごを使い、四角孔の編み方で成形されています。この編み目を利用し、ふるい分けます。円形の縁は竹で仕上げられています。天日乾燥した稲穀を泡ふるいに入れ、両手でふるいを持ち、ゼゴに揺らします。黒竜はふるいの編み目から落ち、草や輪など雑物がふるいの上に残ります。農具としての泡ふるいの他に、ふるうた衣装によって目の細かさを変えた様々なふるいがありました。その用途畑に渡り、以前の生活にとって欠かせない大事な道具でした。